皆様こんにちは。今回はこちら、だいぶ前なんですけど2月前半なんですけどに購入した、私がディズニーストアで買ったものを紹介していきたいと思います。フレッシュルックデイリーズのピュアヘーゼルと、リップはコフレドールのライトカラーリキッドの02番、違う、コフレドールコントゥアリップデュオの02番です。このメイクはね取れてないんですけど、はい、じゃあ早速購入品紹介していきたいと思います。私ディズニーストアではそんなにお買い物ってしないんですけど、たまたまね久しぶりに入ったら、あれも可愛い、これも可愛いみたいな感じですごくね買っちゃったんですよ。まず1個目、ミラーです。ミッキーのミラーなんです。私ミッキーのこの古いレトロなデザインのミッキーがすっごく好きで、そう、すごく可愛くって、これねスポンジ取ったミラーなんですけど、こう立てかけられるミラーになってます。こんな感じで超可愛いと思って、このレトロな、しかも私赤が好きなので、これをね見た時にすぐ手に取りましたね。でこれとあとポーチがあったんですよ。これと同じデザインのこうガマ口で、でミラーもついてるポーチがあったんですけど、すっごい最後まで悩んでお母さんと話し合った結果、ポーチはいっぱい持ってるので今ミラーどっか行っちゃったのでこれを買いました。超かわいい。これは1800円プラス税でした。はい、めちゃくちゃかわいい。そしてまた同じ感じなんですけど、じゃーん、次はミニー、次はミニーのマルチケースを買いました。こんな感じ、超かわいくないですか、これレトロ感。これなんかゴムみたいになってて、で結構入るんですよ。なのでリップとか、その日使ってるリップとか目薬とか、すぐね取り出したいものを入れてもいいんですけど、私はこう撮影とか、こうメモリーカードとか撮影の時とかにもすごくいいなと思って、カバンにねつけられるので超かわいいと思ってこれを買いました。これは1500円プラス税でした。はい、超かわいい。でここからはコスメなんですけど、私ディズニーストアでコスメが売ってるなんて知らなくって、まずこちらリッチーズポーチとのコラボのやつなんですけど、これもかわいいですよね、のフィニッシングパウダーです。フェイスパウダーかわいい。しかもこのサイズ感がすごくいいですよね、持ち運びにも。こんな感じでちっちゃいねパフがついてて、白っぽいフィニッシングパウダーが入ってます。そう、これもね普通にこう買うよりもやっぱデザインがこれなので買っちゃいました。でもう一個ウィッチスポーチとコラボのやつなんですけど、パールピグメントのピンクを買いました。これこのウィッチスポーチのピグメントは持ってるんですけど、オレンジっぽいカラーのもので、でこれとねもう一色あったんですけど、そっちがブラウン系だった気がして、でそれは持ってるなと思って、パッケージはね可愛いんですけど、だけどね持ってないこのピンクにしてみました。超可愛いピンク、はあ、春だしねピンクがいいかなと思ってこのミニーの方を買いました。あ、でフィニッシングパウダーは1000円プラス税で、このピグメントが1200円プラス税です。はい、これもかわいい。そして次、あ、全部私ウィッチーズポーチのコラボです。リップスティックを2本買いました。BC01 番と BC02 番です。確かにウィッチーズポーチじゃないあのディズニーコラボのもあった気がします。エチュードハウスかな、そう、そっちとも迷ったんですけどこっちにしました。これは、1400円プラス税です。で、カラーがね、とっても可愛くって、シュアカみたいなカラーです。で、ミニーの
デザインかわいい。これも塗ってみよう。なんかお花の香りがします。はい、オレンジがかった赤みたいな感じですね。あのマックでいうとレディーレンジャーみたいな。カラー超かわいい、超かわいい。でもう一個の方がミッキーのデザインのものなんですけど、これがね赤です。赤リップになります。はい、塗りました。もうザ赤って感じですよね。でこのねカラーも、あ、匂いもうすごくいい匂い。私の好きなタイプのお花の香りですね。でもそこまできつく香る、そこまできつく香るわけではなくて、ほんのり香るぐらいなのでそんなにね気にならないと思います。可愛いですよね。はい、こんな感じが今回、はい、1ヶ月前にはなっちゃうんですけど、ディズニーストアで購入したものを紹介しました。すべてねこのちょっとレトロなミッキーとミニーが印刷されているものなんですけど、本当にね好きなんですよ、こういうレトロなミッキーたち。はい、すっごく可愛いね。多分今も売ってると思うので、このねレトロ感が好きな方はぜひディズニーストアに行ってみてください。多分あると思う。ちょっと1ヶ月前になっちゃったんですけど、はい、超お気に入りなので、これをこれからメイクするときにたくさん使っていきたいと思います。はい、ではこんな感じでした。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。